本香織氏。ヤフコメ以上に不要なのはテレビのコメンテーターではないか、がネットで話題。内容はこちら。有本香織氏がテレビのコメンテーターに苦言を呈しているようです。では、有本香織氏の発言を見てみましょう。有本香織。ヤフコメ以上に不要なのはテレビのコメンテーターではないか。テレビから不正確言説や偏向言説がばらまかれる、その大きな要因の一つがコメンテーターだと多くの視聴者はすでに気づいている。ヤフコメなる他者活動にちゃちゃ入れるより、自分たちの足元を見た方がいい。本気でそう思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。なんでフジテレビはいいともやめちゃったんだろうね。お昼ご飯食べながら怖いガミ声はきついよ。偏った視界も害しかないです。坂上忍不愉快極まりない。真っ昼間から不快な気持ちになりますよね。次はこちら。一番不必要なのはワイドショー。自ら衰退の道を選んでいるテレビなどのメディア。テレビもヤフコメが脅威になったということですね。地上波はすでにいらないと思います。ジジイの私でもそう思いますが。そのうちテレビは自ら自滅し衰退していくでしょう。次はこちら。自分のコメントに責任を負わなくていいんだから、言いたい放題ですよね。もう少し勉強して自分の頭で考えてコメントしてほしい。一般人が反対意見を言えないテレビ番組で好き勝手言っている MC やコメンテーターに、そのやり口は人としてどうなのかを問いたいですね。テレビの生放送での一方的な言いたい放題は、ヤフコメなんかより悪質ですよ。何せヤフコメは削除できますが、生放送は削除できませんからね。最後はこちら。坂上さんのいろいろな立場の方へのあからさまな態度の変え方は、人としてはどうなんでしょうね。横柄で何様な態度。見ていて見苦しいし下品だし、気分を害している視聴者は多いと思います。私はもう2年近く、坂上ショーは見ていません。うん。もうテレビ時代は過ぎ去ろうになるから、コメンテーターも不要と思いますよ。坂上忍は国民の声をしっかり受け止め、猛省すべきです。結論。テレビで好き勝手言ってるタレントや芸人は、今のうちにワーギャー言ってればいいと思います。国民からの信用を失ったテレビは、そのうち衰退し、目も当てられない状況に追い込まれるでしょう。そうなった時、タレントや芸人はお払い箱になるのですから。現在テレビでヤフコメに関し好き放題言ってますが、とにかく言論の自由を奪うことだけは許されませんので、あしからず。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。